ばんは。誰なん？ゆうなんです。よしくん、ハートのやつありがとう。最近ショールームハマってきた？ちょっとモチベがありますね、ショールームのモチベがあります。こっちでコメントを読みましょう。こんばんは。そう、今日は髪の毛やってもらってます。画質で前のスマホって分かる？マジ？そんな変わる？マジ？私は近さでバレるかと思った。画面からの近さで。コンさんありがとう。元気ですか？よかったです。ほら、ありがとうございます。誰がハギアネンさん、クッキーありがとう。アグマルさん、クッキーありがとう。ユーナンのいない僕隊、言ってたの僕隊。ユーナンのだけじゃなかったんだ、僕隊行くの。結構焦ってるんですよ。1億人バズれの投稿やってなくて、みんなでちょっと考えよう。最近ユーナンルームによく来ちゃう。好きってことやん、好きってことやん、好き好き好きってことやん。今日も可愛いね、嬉しい、ありがとう。まえちゃんありがとう、ハートのやつ。ちょっとさ、1億人にさ、バズれのやつさ、考えてもいい？ちょっとさ、私さ、こうやって1億人にバズれ、毎日投稿してるんですけど、 X のやつ、ハッシュタグ1億人にバズれのやつ。これさ、毎日絶対考えるのに1時間以上かかるんですね、画像の加工とかしてたら。本当に1時間以上かかっちゃって、だからそれの一部始終をもう皆さんにお見せしちゃおうっていう回なんですけど、そういう回とかどうですか？みんなでもいなくなんないでね。こんばんは。何バズしたら何々しますっていう定番のバズネタ。いやさ、それさ、あれでしょ、100万1インプレッションごとに腕立て1回やりますみたいなことよね。1インプレッションごとに腕立て100回やりますみたいな、そういうことでしょ。それさ、本当にさ、100万バズとかしたらさ、本当に100万回腕立てするんかな。私は絶対無理だから、ちょっとそういうのはできないかも。1インプレッションごとにまばたき1回やりますぐらいならできるかも。僕たち DMM いいですね。今週の1億人、ユーナいなかったよ、ワシューザンハイランドなのに。いなかったです。もうなんかさ、チーム決まってそうだよね。なんかもうなんかチームっていうかさ、もうグループが決まってるよね。激辛組とワシューザン組とか、なんか催眠術とかもいろいろあるけど。ちょっとミキヤくんありがとう。初代白熊ちゃんおめでとう、ありがとうございます。そう、それも皆さんに、あ、ちょっと待って、それより大事なことがあるじゃないですか。それより大事というか、同じぐらい大事なんですけど、時間的にメールの方がちょっと先に送らねばってことですよね。先にちょっとマシュマロのメールのやつ送ろう。
んばんは。白熊女王関連はショールーム赤がポストしてから。え、それはちょっとそう、今やろうとしてる。それをメールで送ろうとしてる。時間に追われてますけど、この時間に追われてるところをちょっとみんなに見てもらおうと思ってちょっと配信してる。いつもこういう感じだよっていう。いつもねこの時間帯は私は結構焦ってるんですよ。マー君ありがとう。伊藤ひろしさんありがとう。正直ネタ切れ、もう正直今もうネタ切れですよ。ネタ切れすぎて毎日困ってます。じゃあみんなでメールの文章考えよう。メール今からのやつ。イベントの最終結果探したけど、え、見つかんない。1インプレで萌えゼリフちょっと厳しすぎる。それはグロジさん、結婚しないよ。結婚はしない。100万インプレッションでカウンター全部買って食べますとか絶対無理だよ。バズっちゃったらちょっと責任負えないから。なんて白熊ちゃん、初代白熊ちゃん、こんばんは。マシュマロあげすぎて言うのがマシュマロ見えてきた。でもマシュマロぐらい白いでしょ。マシュマロみたい。今日福田さん見かけてしまったって。野生のメンバーさんですか。初代白熊ちゃん、モテクイーンと白熊ちゃんの2巻。こうやって喋っちゃう。やっぱりこんばんは。暴露ネタとかね、いいね。玉木さん結婚して、結婚しない、そろそろ結婚しないよ。ユニバーさんクッキーありがとう。マクフライさんありがとう。クマは結婚して、結婚しないよ。そう、白いでしょ。なんか今日白いベースしてるから白い。クマはありがとう。野生のサラピさんに見たくて。めっちゃいいじゃないですか。運命。私も見たことある。こんばんは。どうしよう。初代白熊ちゃん1位。本当にちょっと待って。こんばんは。昨日は初代白熊ちゃんショールーム、ブランコマちゃん1位、本当にありがとうございますました。本当にありがとうございました。クマモテクイーンと白クマちゃんの2巻本当に使いすぎ問題。おめでとうございます。ありがとう。最近ハマりすぎてるから気をつけるわ。こんばんは。星野まさきさんありがとう。秒で断るプロポーズの世界チャンピオン目指してるよ。あ、やばい、あと4分。こんばんは。昨日はショールーム初代クシロクマちゃんって本当にありがとう。応援ありがとうございました。モテクイーンと白熊ちゃん2巻うるうる、めっちゃ嬉しいですめっちゃ嬉しいです。こうやって私はなんか一気になんか何
一度に2回みたいな、なんかあの手際のいいことをしたいんですよ。ちょっとこういうのできるようになりたい。こんばんは、キナ先生、お手紙と写真が何かめっちゃ嬉しいです。またアバター、また新しいアバター、楽しみ。やばい、あと2分、楽しみ。クマ、これからも配信に遊びに来てくれると嬉しいなん、言うなん。ちょっとメール送らずにさ、もうこのショールームでさもう言っちゃってるからさ、これと全く同じ文章が届くよ。嬉しいなん言うなん。 OK、嬉しいの言うな。配信中に送ってるな、送ってるな、送ろう。ガッチさんありがとう。そう、今メール送ってた。今メールは完了したけど、今あと1億人にバズレが残っとる。待って、あー、嘘でしょ。そう、そんなことあるんですか。私今何が起こったと思いますか。今なんでこんな、何が起こったと思う。本当に最悪なんだけど、最悪、何が起こってるっちゅうんだ。本当に最悪。何が起こったと思う今。こんばんは。そうそう、2つ以上のことを同時にしたい。こんばんは。8月31日に夏休みの絵日記を全部まとめて書くタイプ。え、マジでそうなんよ、マジでそう。だから天気とかさ、天気とかさ書くやつがあったやん。もう天気とか本当に忘れてるからさ、本当に大変だった。何やったとか忘れてるからさ、ラジオ体操頑張りましたみたいなことをさ毎日書いとった気がする。ちょっと本当に最悪。こんばんは、みーくん、バラありがとう。え、今ね、あの途中までバズレのやつを考えてて、あと画像も加工したやつがあったんですけど、加工のやつを保存してなくて、さっきメールのやつをさアプリ、そっちの同じアプリで開いちゃったからさ、途中まで加工してたやつがさ全部パーになっちゃった。それでその加工に私はすごい時間をかけていたのになくなっちゃってて、本当にピエンって感じ。また15分ぐらいかけてさ加工しなきゃいけないじゃん。うわー、全部消しちゃった。こんばんは、コーヒーさん、ハード糖のやつありがとう。ちょっとだから見てて、今からもう本当に全力で写真選ぶ。もう どの写真だったかも忘れちゃったよ。え、みんなさ見せちゃうんだけどさ、こっちとさちょっとこっちと見せていいかな。こっちとあれ、みんなどっちがいい。こっちとこっち、こっちとこっち、どっちがいい。こっちとこっち、笑ってる方か。あれ、こっちかこっち、こっちのニコってしてる方かちょっとニコってしてない方、どっち最初って。どっちがいい。これを今からやっていくんだけど、笑ってない方か笑ってる方。
どっちがいいかな。マジショックだった。なんで和集山ハイランド行けれんかったと思ったけど、行けれんかったと思ったけど、思ったとか違うか。え、何のこと何のこと。貝から結婚して結婚しないよ。笑ってる方？ニコってしてる方？笑ってる方が好き？私はでも笑ってない方が好きなんだけど、さっき笑ってない方加工してたわ。確かにみんながそうやって言ってくれたら笑ってる方がいいのかな。じゃあ笑ってる方にする。こうやって意見に流されるタイプだから。確かにみんながそうやってくれたらこっちの方がいい気がしてきた。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう、教えてくれて。私はさっよかった。こうやってさっき全部何この加工が全部最初からになったから、こうやって違うみんながいいって言ってくれた方が写真がアップできる。だから15分の画像加工の時間を無駄にしてくれてありがとう。さっきのメールの文章、そういうこと。なんか色味とかを加工しとる。なんかあるやん、色味なんていうん、サイドとか明るさとか暖かさとかいろいろあるんですよ。それを全部加工してたんだけど、それが最初からになったっていう。結構そういうのこだわりがあってですね、結構やってるんですよ。これをさ9時ぐらいからずっとやったんよ。9時ぐらいからずっとやって、うわーショールームもしたいしなーって思って、これ一生笑うわって思って、もうショールームしながらやっちゃおうとか思って。こんばんは。そうそう、明るさとかのやつ。こんばんは。ちょっと待ってね、今バズレ考えてる。考えてるじゃない、この画像やってる。みんな的にはさ、こういうのってさ終わらしてから配信してほしいって感じ、それともなんかもうやってる。どうせさ、こうやってスマホで画像こうやってやっとるんよ。やっとるだけなんよ、配信してない時も。だったらさ、ちょっと会話しながらさやった方が早く終わるかなとか思ったり、みんなと会話しながらできるなって思ったりするんだけど、みんな的には終わらしてから やれよみたいな感じ。こんばんは。ゆな笑顔が素敵、ありがとう。いっぱい笑おう。こんばんは。作業配信あり、嬉しい。そう、無言じゃないから、嬉しい。みんなこうやって嬉しい、そんなこと言ってくれて。じゃあこうやってみんなでちょっと会話しながらやるね。だからみんなもなんか なんだろうお皿洗いしながらとか見てほしい。もう本当にお片付けしながらとか、なんかそう、今部屋が汚かったら掃除機かけながらとか見てほしい。ちょっと今頑張ってるからバズれ。こんばんは。みんなで意見を、そう、みんなでさ意見出し合って、みんなで意見出し合って。そう、すごい助けられてるから、私もみんなに文章考えてもらったりしてるから。またメール届いたら教えて。私もまあ自分のメール取ってるから自分で通知来るんだけど、ちょっと作業配信で申し訳ないです。でも本当にこれ声の時間かかっちゃう。こんばんは。アルフォートさん、結婚して結婚しないよ。ありがとう。明日の廃品回収出すのをまとめながら見てる。めっちゃいい、めっちゃいいやん。めっちゃあれよ、コスパいい。コスパじゃない、コスパいいじゃなくて、なんか効率いいか、効率いいよ。めっちゃみんなもなんか今日やらなきゃいけない、歯磨きとかしながら見て。歯磨きとか、あと今日何しなきゃいけない、お風呂に入らなきゃいけなかったらお風呂に入って歯磨いて
それしながら見てください。ちょっと今は今はちょっと急いで頑張ってますから。ちょっとおかしいよこのちょっと色合いがまず。こんばんは。その様子をじっと見ます。見て、そうやって見てて、ちょっと見てて。でもさ、こういうなんかこういうスマホばっかり見てる配信したらファンの方が減っちゃうかもしれないとか考えたりするけど、でも今日はちょっとそういう配信もちょっとやってみようかなって思ったりしてやっております。本日の配信は X とかってさ、トレンドとか流れるのがさ早いから結構時間勝負なんだよね。メールと同じで時間勝負っていうところはありますよね。福田さんなんか配信でも歯磨いちゃう。すごい。あとお風呂入って寝るだけ。朝5時50分起きはやばい。早く寝て。あ、寝ながら見てもいいよ私の配信。寝ながらでも見れるから目つぶりながら見てて。今日はあんまり多分うるさくしないから大丈夫。昨日のエアコン紹介見ないでいい。駅でつけ麺食べ、待って、やば。今日私もつけ麺食べたよ。やばすぎ。今日はメンバーとつけ麺食べてきた。やば。なんで今日私つけ麺食べたんだけど。すごいじゃん、すごいじゃん。お皿洗いもやらなきゃ。こんばんは。加湿器とアロマをセットしてきた。いろんな家の見ると嬉しい。やった、こういうのもあり。じゃあこういう配信もあり。リップと、リップはつけたい。リップの血色がないからリップはつけさせて。さすがにリップをつけて、ディープコンパクトさんありがとう。青さんハートのやつありがとう。ラブレター。この角度の言うのも可愛い。嘘、こうやって見てるの。めっちゃ下向いてるけど、もう本当に最初からになるのは NG です。こうやってさ、メールとかもさ、たまにさ送ろう、全部さあーできた送ろうって思ったらさ真っ白になる時あるんよ。絶望、その時はマジで、マジ絶望だから。まだ考えれてない文章が、文章も考えなきゃ。お風呂入ってくる？行ってらっしゃい。多分お風呂出た後も多分まだ配信してる気がする。今日は控えめの配信。そうね、明日チャートリー。キング券？何それ、キング券って。食べ物屋さん？あ、メール来たんじゃない。私今通知来たかも。自分のメールが届いた。自分が送ったメールが自分に今届きましたよ。爆睡しながら配信。見て、声も可愛い。今日はちょっと髪を巻き巻きして、ここは編み込みしてるんですよ。ここ編み込みしてる。後で紹介するね。とりあえずバズレをやりたいんよ。追われてるから。ちょっと Mac 営業停止ね、トレンドだったね。確かに今日もね、今日も引用リポストチャレンジやるよ。配信中に考えとるってことはさ、それも楽しいよね。配信中にさ投稿するってことはさ、今から投稿するねって言ってさ、みんながさ誰が一番にさいいねできるかとかさ、コメントできるかチャレンジとか、そういうのマジでおもろい。おもろくて昨日もやったんだよね。それ、これ肌を白くします。
高画質にします。あ、いい感じですよ、みんないい感じ。今日も投稿できそう。今日の役目です。今日も投稿できそう、嬉しい。なんか先が見えてくると嬉しいよね。なんかさ、先が見えてくると嬉しい。こうやってずっと喋ってる私。キングケンは広島の汁なし担々麺。え、そうなんや、キングケン。え、汁なし担々麺今日探しとったんよ、キングケン。え、ちょっとメモしとこう。ありがとうキングケン、メモした。そう、メール今来た。こんばんは、配信中にする。え、ね、思った。だからちょっと待ってね、ちょっと待ってね、今真剣に考え中なんですよ。いっ、うん、ちょっといい感じか。で、アホ毛をぼかすっていう作業が私にはいる。ちょっとこれ、え、本当に時間かかるんよね、私。本当に時間かかる。3期で一番 STU メンバーで一番多分 X のなんか文章とかさ、画像とかにさ時間かかってる気がする。本当になんでこんな時間かかるのってぐらい時間かかるんだけど。だいたい1個のポストするのに平均1時間以上かかってますね。どんだけかかんねん。 STI さんありがとう。去年広島のスーパーで見つけた時大感動して買った。何をみんな、これ作業配信だよ。作業しながら聞いてね、 BGM として。大丈夫かなこれで。ちょっと今日みんなこれが上がるから、なんかちょっとさ、こんばんは。あさって17日の日曜日 SS。 え、そうね、本当にさ何するんやろ。私もめっちゃ気になる。10、え、もうすぐよね17って。今日何日、今日最高の日だから今日15。え、待って、やば待って明日16じゃろ。え、やばい待ってもう寝たらすぐやん。やば17日本当に何するんやろ。みんな何だと思う、17日本当に何するの、本当に何するんだろう。 SS イベント本当にやばい、どうしよう。あのあれだったらチャートリーとかさ、マイカーとかさ、そういうなんか配属発表みたいな。え、あれ配信ある明日のやつって。え、明日じゃない、明後日のやつって配信ある。17日、え、そう、17日私服だったらどうしよう。制服かな。え、どうしよう、私服だったら。全然考えてないよ。やばい、ちょっと今アホ毛直ししてます。こちらではアホ毛が行われてる。ゆいなにひーちゃんとゆいな結婚するらしいって言ってたら認めてた。やば、認めるな。アプリで髪色変えてて、私も髪染めました。確かに、でもさ研究生だからダメだろみたいな、ちょっとバッシングされたら困るからやめる。こんばんは。それだけ時間をかけてくれるのは嬉しいんじゃないかな。え、ありがとう、もう涙が出そう、嬉しい、コメントすぎて。そう、今 X 本当に時間がかかる。 X とか嬉しいね。そうやって考えられる心があるあなたも素敵ですっていう感じです。本当にマジで時間かかるんよ。でもこんばんは、ペンさんありがとう。
そう、衣装か私服かまだ分からん。17日本当に本当に何するんだろう。何も知らされてない。うわー、10時半までにはポストしたいけど、ちょっとみんなだからちょっとあの集中し、何無言の時間あったりするけど退出しないでね、退出しないでね。今日牧隊行かれてた方っていらっしゃいますか。今日は牧隊でした。公園、僕の太陽公園です。きなこさんありがとう。あと12分。さやんちさんありがとう。ペンさんありがとう。確かにその後20日はもう幕張でさ、早いね早いね。なんでこん、3月マジで早すぎて、秒速すぎてさ、秒速ですよ。え、3月今までで一番早いかも。え、そう思わない？みんな3月やばくない？もう終わるよ。まだ終わらないけど。ちょっとうまくいかない、そういう日もあります。ちょっとアホ毛が本当にすごい。なんでこんなにアホ毛なん、アホ毛なん言うなんって感じです。僕の太陽光見えもんない。え、なんで、なんで17日広島にいるのに応募忘れた。なんで来てくれないの、なんで、てかなんでみゆみゆ泣いてたの今日の僕対公演。なんで気になる。そう、一つ一つ真剣にやってます。えんちゃんありがとう。みるみるさんありがとう。そうよ、なんかさ、これで投稿しようって思っとってもさ、トレンドってさ、すぐさ時間でさ変わっちゃうからさ、投稿の分も変えなきゃいけない、でまた確認しなきゃいけなくなっちゃう。あ、ちょっとでもできてきたかも。うん、そうなんだ。 LINE しよう、みょすみょすに。リハで声が出にくくなってトークも、そうなんだ、みょんみょん。ゆうなの日常見れて嬉しい。そうなんやな、みょん。星野まさきさんありがとう。また僕と私もアーカイブで見よう。そう、ゆうなの日常見れて嬉しいって言ってくれて嬉しい。もうこうやっていつも、もうまた配信始めてさ、今どんぐらい経ったかもう分かんないけどさ、いつもこんな感じでやっております。まだまだ画像やってるからね、色合いとか。もう本当にやばい、マジでやばい、時間かかりすぎ、自分にイライラしてくる。これもうちょっと、もう本当変わんないからっていう感じですよ。マジで時間かかる。
もうなんでこんなに時間がかかっちゃうんだろう。STU48 時間がかかる選手権、あ、マイペース選手権とかちょっとあったら結構優勝候補かもしれないです。よし来た、これでよしよし、いいよ、投稿の文章を考えるんだ、ゆうなん投稿の文章を考えて。今日のトレンディングを見ていきたいと思います。不適切、なんかさコメントでささっき不適切、ハッシュタグ不適切にも程があるっていうコメントをトレンドをつけましょうっていうさコメントがあったんやけど、わかった。じゃあこれをつけたいと思います。本当に。なんかシステム障害もさずっとトレンド入りしてるんだよね。マクドナルドの。でも私不適切にも程がある見とったんよね。なんか最初見とって途中でちょっと見てない。星野まさきさんありがとう、こんばんは。 A チームも B チームどちらも僕対抗に素晴らしい、ありがとう。じゃあちょっと確認じゃあこれにしよう、コピー不適切にも程があるにしろ。もうそろそろ1億人にバズれネタ切れですっていうのポストしていい？1億人にバズれネタ切れ間近です、間近です。こんなんポストしていいかな、もうそろそろ1億人にバズれネタ切れ間近ですって ポストしていい、本当にそうなんだもん。1億人にバズれネタ切れ間近です大丈夫、こんばんは。ゆくれゆありがとう、もうこういうコメントしか勝たん、全部勝たん、全部コメントしてくれるだけで嬉しい。ハッシュタグ不適切がある、見てる。マー君ありがとう。配信中にメールとかポストだいぶ慣れたね。え、昨日やり始めたばっかり、ファンはこうやって言うな、見れるだけで嬉しいと思うよ、ありがとう。マジかですハッシュタグ石原ゆうな、ハッシュタグ STU48 石原優奈、ハッシュタグ1億人はバズりゃもうつけとんじゃ、すーくんありがとう。
そう、めっちゃ時間かかってる。システム障害ってどういう意味ですか？皆さん迅速に教えてください。システム障害ってどういう意味？もうそろそろ1億人にバズれ、ネタ切れ間近です。システム障害、障害、システム障害ってどういうこと？迅速に教えてください。ちょっと待って、調べた方が早い？システム障害とは、障害になりそう。ちょっと無理やりすぎるな。ちょっとやめよう。マック閉まってね。マック閉まってるよ。ヤスベイさんありがとう。たくさんありがとう。システムに不具合が出る。そうそうそう。今マックがねシステム障害になってるみたい。コンピューターが。ちょっと障害が発生しとる。でもなんかそのままってこと？機械が使えなくなるってことか。システム障害、いい言葉ではない。スマホで予約した商品が支店と、ちょっと使いにくいなこれは。でも結構不適切にも程がある。私見てたんでちょっと使おうかなって思います。逆にまずネタ切れ間近です。目の文字、目の文字と考える文字。マジ、もうそろそろ1億人にバズるネタ切れ間近かもしれないです。こんばんは。そう、目の文字、そう、この目の絵文字探してた今。サーバーが、そうそう、マクドナルドのね、そう、それが言いたかったんよ。システム障害みたいな。録画中です。なんか色合いがないから、なんか水色の絵文字とかないかな。水色の絵文字可愛いのないかな。こういうのでちょっとさ時間がかかるんですよ。最近は全部システム障害、入力したデータが登録できないとか、X に投稿できないとか。なんかさ、これおかしい？もうそろそろ1億人にバズれ、ネタ切れ間近かもです。システム障害になりそうです。おかしいよね。おかしいからやめた方がいいよね。ちょっとさすがにちょっとやめる。ちょっとおかしい、おかしいよゆうな。ちょっとそこはおかしいからしっかりして。私は録画中です。システム障害になりそうですもん。おかしいよね。
かあんまりな詳しくない言葉をなんかそんな簡単に使ったらなんかあんま良くない気がする。ゆうなん今日何食べた？混ぜそば食べたよ。美女よ、え嬉しい。今日撮影だったか。髪の毛やってもらったんですよ。おかしいよね、おかしいよね。ちょっとあんまり良くないからやめるわ。ちょっとでもさ3期生はさ今もうそういうのじゃなくてさなんかあのミュージックビデオがかかってるからさ、でもそういう言ってる場合じゃないんよ。早く投稿して、ね、ネタ切れかもです、マジかかもです。よし、これちょっともう一旦ちょっとマネージャーさんに確認取ります。ありがとう、よろしくお願いします、確認お願いします。ゆなは、え今日は油そばじゃない、混ぜそば食べた。油そばって言った？混ぜそば食べに行ったよ、メンバーと、あるメンバーと行ってきました。今日は夜ご飯、今日はねみんなメイクしてたから、みんなって言っても2人で行ってきたんだけどね。ありがとう。もうこのショールームでさやっぱ相談してさ投稿を考えるのってめっちゃいいね。今さすごいなんかみんながさあの私のプチ炎上をさあの抑えてくれてる。あとなんかいろいろなんかさこういうハッシュタグ使った方がいいよっていうさ案を出してくれてさ、天才だわみんな、本当にありがとう。そうファンのそう私さなんか作文とかさすごいさ苦手なタイプで、夏休みとかさ長期休みの時とかってさ絶対読書感想文とかあったやん、本当に苦手だったああいうの。だから今も多分こうやってさ文字考えるの遅いんだと思う。本当に、あ引用するの忘れた、危なきです。今日つけ麺食べた。また新しい話題が頭に浮かんだけどこれ今話したらちょっと後で話そう。最終画像確認チェック入るから今。いいねこれ、みんなでさ X 考えながら配信できるのさ、私いつも一人でさこうやってさ1時間以上マジでかかってたからさ、これやっぱ配信してても何時から配信してるかも忘れちゃった。みんな何時から配信してる？私今来ました。何時から配信してるっけ？ずっと考えてる今日 X46 分。ほらやっぱね1時間かかるんよ。てか9時から考えとるし、これこの文章じゃない、この画像とか。マジで配信しとってよかった、みんなと共有できて。こういう感じですいつも本当に。お疲れ様です、ありがとう。もう1時間経つのやばいね、50分だけど。バズレのネタを考えすぎて頭がシステム障害を起こしそうです本当にそうなんよ。ちょそれさ引用でやっていい？ちょっと引用でやっていい？えでもさあんま良くないかな、そうやってさシステム障害っていうの。どう？なんかさっきそうシステム障害はあんまりいい言葉ではないから言われたっけ、教えてくれたけど、でもそれはちょっと引用でやってみようかな。引用で引用、ごめんなさい、また寒くなっちゃいました、私のせいですか。みんなこれでいい？もう本当に決まらないよ、画像の明るさとかがすごい気に入らない今日の画像のやつは。
だからみんな今からあれ私がポストするから誰が一番初めに引用ポストできるか選手権また開催するから早く参加してねみんな。あと3分後ぐらいでポストするから。こんばんは。怒られそう？トラブルのイメージ。ありがとう教えてくれて。ちょっとじゃあポストの準備してくるからみんな準備はいい？あ、まだどっか行かないで、まだどっか行かないでね。一番最初に引用リポストしてほしい。その方の名前を読み上げる読み上げるから、ちょっと待って、まだまだしないから待ってね。これでいいかな、本当にいいかな。でも早くしなきゃ。不適切にも程があるって何ですか。あれ何時からだったっけ。10時からだっけ、9時からだったっけ、どっちだからだったっけ。録画したんやけどさ、どっちから何時からやったかちょっと教えてほしい。何時から、頭がバグりそうですぐらいはセーフ。確かにポジティブな方がいいかも。ありがとう教えてくれて、天才、みんな天才だわ。私プロ意識が高い。不適切にも程がある。何時から、今おやち、ありがとう。あ、録画のマーク見たらわかるわ、録画しとるわ今。ありがとう教えてくれて、赤く光っております。今録画中ですね。私は実際みんなポストするよ。引用ポスト一番初めにしてね誰か。あ、でも待ってまだ待って、あとちょっと待って、あとちょっと待ってね。よし、いやちょっと待って、下書きを保存。引用、もうそろそろ行くよ。5秒前にしたいと思います。一番初めに引用ポストしてくださったら嬉しいです。2番目ぐらいまで呼ぼうかな。1、2トップ呼ぶわ。読みますね。もうそろそろハッシュタグ1億人にバズれ、ネタ切れ間近かもです。321って言うから待ってね。行きます。3、2、1。オッケー、できました。ポストナウ。ポストしました。1番と2番に引用ポストできた？みんな1番と2番じゃなくても嬉しいから。6件の引用ポストが51秒、あ、7件ですね。
1分です1分以内です。天才みんな早すぎ、本当にありがとう。じゃあ一番初めのは、あ、大津アッポンさん、一引用ゲット、言うな言うなですね。すごっ、あとかじゃないんだ、結構文章考えてくれとる。そして2番目の方2番目の方、24フレットさん、今日も可愛い、ありがとうありがとうおもろ本当に合ってるこれ、え、待って、いや待って、アルフォートさんかもしれん。2番目は結婚しようだって、結婚しないよ。あ、で3番目が24フレットさんですね。面白いねこれありがとう引用してくれて、これからも、これからまだ面白い引用があったら読み上げる、今から、今からでも完了して嬉しい。1億人にパズレとかなったらマジ最悪だからね、ハズレとか。1億人にパズレです、最高、やったー。青の国さん、クッキーありがとう。アルフォートさん、かわいい、ありがとう。そう、なんか誰かでも1億人パズレとか なってたみたいよ。誰なん言うなんてしてくれた、引用でしてくれた方もいらっしゃいますね今。ありがとう、みんなこうやって引用してくれるから、もう引用が引用ですよ。これでコメント集中して読める。なんかちょっといいかも、みんなにさ、みんなに頑張れとかさ応援してくれながらさポストを考えるっていう、結構好きかもしれない。結構文章とか考えるの本当にうまい。じゃあ今日の髪型紹介でもしよう。これ編み込みになっております。で今ちょっとリボンつけてみた。なんか昇格した気分、こうやってヘアアレンジできるのが。さっき油そば食べたって言っちゃった、つけ麺食べたんですよ。初めての人は何かのプロがいるから何でも聞いたらいい。白熊ちゃんこんばんは。今現在はモテクイーンですけどね、モテクイーンですけどね、白熊ちゃんにもなります。あ、ただのリツイートしてしまった。リポストでも嬉しいです、本当に嬉しい。待って、千穂さんとひーちゃんが流れてきた、かわいい、かわいすぎ。千穂さんとプリクラ撮れるで最高じゃん、ひーちゃんすごい、こんにちは、うん、かわいい、かわいいですね。千穂さんと遊べるどうなっとん、今日帰りそのまま遊ぶって言っとったっけ。みんなありがとう、もうさ通知がさ
通知がさすごいなんか引用だらけで嬉しい。ありがとう。今18人は私の配信を見てくれてるってこと。あ、マジ？ネタ切れマジかではなくマジか、マジか、うおマジか、滑っちゃった。マジか、そっちのマジか、くそくそ、マジか、え、マジか、5時ってる、あんだけ時間かけたのに。ちょっと待って、最悪、それは最悪かも、ちょっと結構最悪。えマジか、マジかって字なの、うわくそ、マジか、って感じって引用で教えてもらった今。24フレットさん、結婚して、結婚しない、でも引用ポストありがとう。今日漏れてる？そんなに？嬉しい。でも今日いっぱい写真撮ったよ。じゃあ配信終わってからも写真撮るね。じゃあそのためには前髪を巻いとかなきゃいけないです。自分も引用ポストで何書けばいいか、ネタ切れなんて、え、いつもポストしてくれてありがとう、マー君ありがとう。ユーナのダジャレがあれば地球温暖化が収まりそう天才的なコメント見つけましたね、これすごい最高です。今日のコメントの MVP、 ユーナのダジャレがあれば地球温暖化が収まりそう、今日のコメントの MVP です。おめでとうございます。含みして、これはユイナと色違いだよ。奥田ユイナっちとお揃い。奥田ユイナちゃん。ユイナこれの紫じゃないよ、水色。本当にお揃いで買ったんよ。お揃いで買ったよ。お揃いでしたよ。ユイナと水色とピンク、お互いどっちも。どっちの色も試着したんよ。だけど私はユイナは絶対水色の方が絶対に顔に似合って、ユイナはピンクやろうみたいな話になって、そうお互い絶対こっちの方がいいよねって言ってお揃いになった。アホさん尊い、ありがとう。メール用の写真たくさん撮っておいたら確かにメール用の写真ちょっと不足中です。ユーナって鈍っ、あかりさんのトーク撮ってる、え、撮ってるんですか。私は撮ってないです。え、でもちょっと気になるかも、めっちゃ気になるかも、撮りたいかも、来月ぐらいから。ありがとう、ヤマピーさんハートの飴のやつありがとう福田あかりさんはショールームを Google 代わりに使っているよって。私もたまにさ、だってさ Google でさ調べるぐらいさ、同じぐらいさファンの人がさ、なんとかって何みたいな、この漢字ってなんて読むのみたいなのさ聞いたらさ、 Google と同じ速度ぐらいで返ってくるんよ。めっちゃありがたいですよそれはあかりんさんすごい、うわマジか、完全にすればよかった、マジか。ピンコじゃない、ピンコさん言ってくれれば事前にチェックする。え、そのマジか、もうマジかだよ、本当にマジかって感じ。じゃあそれをポストするね。こういうこれポストするのはどう、引用でさ、このネタ切れマジかのマジかがマジかの字だったみたいです、これを聞いてマジかってなってますって言ったらどうしよう、その最悪なんだけど。
大丈夫かな。しんいちさんマシュマロありがとう。ちょっとそういうポスター求めてないみんなそういう引用ポスター求めてない。でもさ、この方がさ気づいただけでさ、みんなは気づいてないやん。気づいてないってことでいい？ちょっとしんいちさんありがとうマシュマロ。今日いい、今日いいってこと、嬉しい。今日フルメイクしてるから。どんだけ。でもあのユーナンのダジャレがあったら地球温暖化が収まりそうっていうコメントがあったので、すごいいいですね。ユーナンの引用ポスト消えてます。なんで？ね、ユイナ見た見た、全部同期とかあれメンバーさんのツイートは流れてきますから。ヤンシゲアキさん結婚して結婚しない、同じ服買おった、やばい同じ服特定できる、これ、これ特定できたらすごいよ。難しいんじゃないお、 CO2 ってなんだっけ。 H2O は二酸化炭素でしょ。 CO2 ってなんだっけ、ちょっと忘れちゃった。理科得意だったのに。ゆいたん、なんか違うんや、ひーちゃんといちごと私とゆいなんで出かけとった時。ゆいたんの話にもなった。ゆいたん、ゆいたん着るかなって話になったんよね。ゆいたん、ゆゆゆで。ゆいなこんばんは。バズレーで、バズレーの中身は山帽子って間違いない。あ、そう、それみんな教えてくれて本当にありがとう。山帽子だったっぽい。あれもみんながさ、山帽子の実じゃないみたいな。で、花言葉は、花言葉は友情だよみたいな教えてくれて、ありがとうね。ていうか今日の、今日のこの X にポストした写真、これ、これさ、これ今日の、今日撮った写真なんよ。あのこの袖のところ見てくれたら分かると思うんだけどさ、同じニットなんよ。今日もさ、さっき X でポストしたやつ見てみて、袖がさ全く同じじゃろ。今日のマジで今日撮った写真。撮ってるんだ、にばかりさんの。教えてよ、またお話聞かせてほしい。引用でそういうポストいいと思う。玉木さんハートのやつありがとう。みんな配信見ながらだから意味は通じたんだと思うよ。 ありがとう。 CO2 二酸化炭素、やっぱやっぱ Google より早いわ。 Google で調べるより早いわあれ H2O はなんだっけ。ちょっとみんな、みんなすごい、ありがとう。もうもう全部教えてくれる。天才、天才なの。H2O はなんだっけ。ない、そんなの。言うのは理系だけど。昼休みさんありがとう。雪帽子、雪帽子の話なんかしたっけ。髪飾り、髪飾り、お水飲みたいからちょっと10秒待って、10秒。今日さ配信始める前にさ、ミュートのさすぐ隣にさカメラ切り替えボタンみたいなんがあるんよ。でそれでもし私がミュートにした、もししてしまった
ミュートはよくするっていうかあんま使わないけど、ミュートにした時があった場合、もし隣の やつカメラでカメラのボタンを押しちゃって部屋が外亀になってお部屋大公開スペシャルになっちゃったら、なった時の場合の時のシミュレーションをしてた。だからちょっと片付けましたね結構。だからいつ外亀になってもいいようにシミュレーションしてました結構。そう、雪帽子、あれ雪帽子の話、あれ雪帽子、あれなんだったっけ、あれ雪帽子って言うんかな、えこれって雪帽子って言うの、山帽子じゃねえか雪帽子、山帽子やん、この木の実は山帽子ですよ。雪帽子はなんか違うなって思ったよ、思ったのに。流星さん結婚して、結婚しない、え、実は水か、水か、ユーナンのファンネームグーグルにする、ちょっと待ってそれはファンの方舐めすぎですよ、ちょっと私も 理系がない、理系がいいかな、理系は、ま、科学系は任せて大丈夫。なんかさ、昨日さ、なんか試験がやばいですみたいな言っとった方がさ、今任せてみたいな、やばいですって言ってたんだけど大丈夫なの、テストがやばいですって言ってたけど。フェアチャイルドさんありがとう。3人によれば文字なんなんなん、も文種の知恵って合ってる、いやー天才やん、今飲んだのが H2O やってH2O です、 H2O 飲みました、今ちょっと頭良さそうかもH2O ですこれからじゃあみんなもあの何ちょっとお水買ってくるわみたいな時にちょっと H2O 買ってくるわって言ったらちょっとかっこいいかもしれないですよちょっと喉乾いたから H2O 買ってくるわって言ってみてください。ちょっとモテるかもしれないです、モテクイーンからのアドバイスですね、ぜひ使ってみてください。トマキさんありがとう、ハートのやつ。ゆうなお部屋ツアーなんかこの前したよ、この前一回だけあそこの棚紹介した、そう昨日お母さんから電話かかってきたじゃない、私がかけたんじゃわ、私がお母さんに電話かけて、そうキャンペーンお疲れ様みたいなこと、なんかいろいろ50分ぐらいずっと電話してて、ショールも終わってすぐ電話してて、なんかそのショールームの外亀の話になって、もう本当に部屋を片付けておいた方がいいよみたいな話をしてましたね。それで今日外亀にしてみてどういう風に映るんやろうって思ってシミュレーションしてた、でちょっと片付けた、ちょっとだけね。そういうきっかけで掃除できるなら結果オーライでは、確かにね、凡事って読むんだよ、待ってもう私もう天才、みんなもう Google ってこと、 Google と同じぐらい早いですよ一斉に教えてくれるの本当にありがとう、本当にありがとう。3月17日にテストなんだけど諦めましたその絵文字やめて、諦めましたみたいなさ諦めましたみたいなちょっとこれ本当に嫌だこの絵文字。じゃあ読むね、3月17日にテストなんだけど諦めましたこういう感じなのか、テストは舐めちゃあかんですよ。こんばんは、逆に行かれるちょっと喉乾いたから H2O を買ってくるわって、ちょっと私今度使っちゃおう。文字は助力を固めた玉で元気玉みたいなものよ。またコメントでコメントであの多分あれよ
あの漢字のひらがなひらがなが大量にみんなから教えられる教えてくれる多分多分もうそろそろってコメント追いついてきたら助力かな。ちょっと本当にそうですよ。今日もクワトロで600円の演出を600円のお水はかなり高級ですね。かなり高級です。でもそれもさ、入ってのチケット代っていうのもあるよね。それってまよく覚えてるね。そう、まあ、多分さこの話聞いたことない方も多いと思うんだけど、私なんか前ノアミョンと夜歩いてたんですよ。夜歩いてて、あのレッスンが終わって歩いてて、ちょっと月が綺麗だったんですね。でその私月っていう言葉が思い出せなくて、月っていう言葉より先にムーン、月ってムーンっていうじゃないですか。ムーンっていう言葉が頭にひらめいたんですよ。でも月っていう言葉が本当に思い出せなくて、でも月が綺麗すぎてノーミョンにムーンが綺麗だねって言ったんよそしたらさ、ちょっとキモいかもって言われて、ちょっとドン引きされましたね。ノーミョンにちょっとムーンが綺麗だねはちょっと嫌だ、ちょっと嫌かもって言われたちょっと嫌かもって言われました。でもちょっと嫌だよね、ムーンが綺麗だねとか言われたらちょっと嫌だよね。でも思いつかなかった、月よりムーンが先に思いついた。リップ塗りたい。ちょっと惹かれちゃいました。H2O っていう いうスポーツドリンクあったの、マジ見たい。リアチュー、リア校になるかな、リアチューに聞いてみよう。リアチューは今もう中学生じゃなくなったらリアル高校生になるのってちょっと聞いてみるね。今 H2O っていうスポーツドリンク、それ本当に気になるんやけど、 H2O っていうスポーツドリンクって何？抹茶気になる、抹茶気になる、抹茶、ちょっと待って、H2O 何？スポーツドリンクか。ほんとや、水じゃないんこれ、水じゃないんこれって、スポーツドリンクなん。初めて知ったよ、最近昔初めて知ったんやけど。カメラにシール貼っときな、天才。だけどさ、今まで1年間ぐらいショールームやってきて、外カメに間違えて外カメにやったことないからさ、まだ大丈夫な気がする。うわ、4分遅延してる。みーくんありがとう、バラ。そう、お母さん結構リスクマネージメントしてくれますね。エアコンのやつもちょっと危なかったよって、本当エアコンでよかったなーって言われました。本当にそうですよ。あ、霊力って読むんだ助力じゃなかったありがとう教えてくれて、ありがとう、みんな一斉に教えてくれる。トワライトさんありがとう。そう、公園行きすぎて今部屋にクワトロの600円の H2O が9本あるちょっと待って、そのさ、クワトロのお水見たいんだけど、その600円の水っていうの誰かさポストしてくれない？600円のお水、ペットボトルなんそれって、それともさカップで配られるん？でもカップじゃったら、カップやったらさ大変よね。そのさ、クワトロでさ配られるお水見たいんやけど、600円のお水ちょっと誰かポストして、引用で、私の引用でポストしてほしいちょっと見たいかも。普通のお水？ちょっと今すぐ見たいクワトロのお水見たい。いつも私がさ、私たちが僕の太陽公演してる間に皆さんがさ入場するときに600円のお水買ってるの、そのやつ見たいかも。結構見たい。こんばんは。そうなんや、アクエリアスみたいなんや。進化するニックネームなかなか新しいだけど、
でもさ面白いよね、リア中がさリア校になってさリア大になったらさ結構さ面白い気がする。面白いね、名前が進化するっていいと思うんだけど。結構ミュートがそばなのがある。え、ね、ちょっとねこれさ絶対さ他のメンバーさんでもさミスすることってありそう。隣にあるんだもん。六一さんありがとう、ハートのやつ、キャンディー、あ、イロハスみたいなやつ。そうなんや、2005年、めっちゃ前からやん。普通のペットボトルなんや。 ST48 号の500円の水な、そうなんや。600円の水って言うと生々しい、ごめん、ちょっと生々しくてすいません。リア校ってワン校みたい。え、でもリア校結構好きかも私。リア校普通のお水なんや。真剣できなかった、ね、リア中好きだけどね、リア中。ハッシュタグ石原玲奈で H2O の写真ポストしてきたらちょっと見ようかな。え、 STU のあのクアトロのやつちょっと見よう。ハッシュタグ石原玲奈、間違えた。こちらが強制購入される600円。なるほどね。しかも 500ml じゃないんや。え、いつもさクアトロでさ600円で買わなければっていうやつのさお水ってさ この 500ml じゃないん、 340ml なの。すごいね、初めて知った。その私たちがリハーサルとか僕の太陽公園でメイクしてる時間にこういうことが行われていたのかって。あ、テロップ打ってないや。え、どうしようかな。今までタラッパ入れてなかったのに急に思い出して。石ハラ、YUNA。 あー、文字数制限。初見です、ありがとう、来てくれて。クロさんありがとう。あー、コーラとかもあるんや。え、ドリンクってさ選べるん、お水以外とか。富士山の自販機、確かになんか山登りとか高そう。なんかでもあるよね、なんかさあの場所によってはさなんか高いところとかあるよね、自動販売機とかで。そう、初めてさっきクアトロのお水のイロハスの 340ml のお水見た。ロキチさんありがとう、バラのやつ。STU 号の水の空きペットボトル、STU 号のラベルってこと？それは結構見たいかも。あ、お水以外で選べるんや。お酒買えたらいいのに、ね、やばい。ちょっ
とお酒酔っ払ってしまったら困りますよ。お酒もあるんや。今日美女、いや、そうだ、今日のポストし引用やったりする、これもうネタ切れマジかかもですっていうのさ大丈夫かな、マジかじゃなくてマジかだったみたいです、マジかって大丈夫かな。なんか今日さ、めっちゃなんかアニメみたいなのが、さっきリエチともさ電話で話しとったんやけどさ、今日の X のトレンドはめっちゃなんかアニメみたいなのがすごいあのトレンドに上がってるよねみたいなちょっと話してました。うん、嬉しい。今さちょうどさ通知で見れたんやけどさ、あのユーナンのさ昨日ポストしたさ X のアイコンにしてくれとる人がおる。これ嬉しい。しかもフォロー中1でさ、私しかフォローしてない。天才か。嬉しい。本当に。じゃあ今日みんな最近に今年入ってスクショタイムとかやってないから、スクショタイムとかやってみようかな。ともあきさん千万両ありがとう。プラトロレーバー お水持って帰るのが重たいな。オレンジュースその場で飲んで。ねえ、重たいよね、こういうお水とかって。ちょっとカバンに入れてると重たい。でもさ、お水とかないとちょっと不安になるかも。そうなんや、ライブハウスだよね。 U ってどうやって変換した？私もこの前困ったんよ、それ。そう、2日前ぐらいにそれめっちゃ困った。石原優奈の U がさなかなか出てこんくてさ、めっちゃ困った。あれさ、なんかさ沖優香さんもなんかポストしとったよ。なんかあのポストされてましたよ、あの沖優香さんの U はなんかなんとかって打つとなんか早めに出てきますみたいなポストを最近されてた気がする、沖優香さんが。なんかそれ見た方いらっしゃらないかな。そしたら私のハッシュタグ石原優奈で、優奈もこの検索だったら石原優奈の優も出るねみたいな。なんだったっけ、なんかで言っとった気がする。なんかっていうか X なんですけどね。探してみようかな。あきさんありがとう。今1位、何がだろうか何が。あと今日はここの触覚が変って言われましたね。結構変って言われたので少なくしてくださいっていう感じでした。だから今日は少なくしてたんですね。個人的にはなんかやっぱこれあった方がいいですね。選べるんや。こんばんは、鈴鹿さんありがとう。やっぱでも飲み物あったらでも助かるよね。コールとかやってたらさ絶対喉乾く自分。ゆいたんも1ヶ月前ネタ切れポストした。さっき見たよ、ゆうのネタ切れみたいな見たよ。たかちゃんありがとう、ハートのやつ。うーん、今アカウント作ってる、やばい。見れた、ありがとう、嬉しい、最高です。ユーナンアカウント、これからもみんなのショールームの前で
ポストしたら結構早くみんなが引用ポストしてくれて、でもそれを見るのちょっと楽しいからまた配信中にやろうかな。さあちょっとリアルタイムでこれ見れるからいいね。端末2台持ちめっちゃいいってなってます今。ほんとやクワトロのお水が9本ある。ハッシュタグシャレーナ私毎回見てますよ。毎日1日2回以上はエゴサしてる。あのリア充に夢中みたいな、なんだっけ、あとユイニャンへお返事みたいなのじゃないので、ユーマメールとかないので。ほうさんありがとう、ふうさんありがとう。あつむ、あーあつむだ、そうそう、あつむ、またあれや、あなんかわからんことあったらみんなが教えてくれる。そうあつむってうつと出てくるみたい、ちょっと調べてみるね。あつむ、おお天才。みんな石原優奈の優が結構出てきにくいんですよ。沖優香さんの優もできにくいんですけど、集むって書いたら、集む沖優香さんでちょっと調べてみよう。沖集む天才果汁、あー出てきた沖さんのやつ、いいねしとこ。あ、1ヶ月前ぐらいにポストされてる。でこれで多分引用で教えてもらったんやね、石原優奈ちゃんも。いいねしました。あつむだ、何でも優奈が出てきた。タスク、タスク、マジタスク、ほんまや、タスクでも出てくる、スクショしとこ。でもアツムの方が最初に出てくるよ。みんな出てこんかったらアツムとかタスクって言ってやってみて。石原優奈ね、出るのもあるけど、石原優って結構遡、結構下に行かないと出てこないかも。優奈負けず嫌いかもしれないです、結構な。どうしよう、このさ、このポストをしようか迷う。なんだっけ、そのあのマジカのマジカがマジカマジカみたいで、あーマジカみたいな、ちょっとポストしようか迷うんですが、また明日でいっか、ちょっと明日でいいや、ちょっと今日はやめとこ、やろうって思った時にやった方がいいかな。今日バズリズム何時からですか、ちょっと何時からですか教えてください。なんで、ああさっき流れてきた、さっき X で流れてきた、そうイコラブさんのやつ流れてきたんだった、そう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 、あ本日放送です、3月15日ちょっとチェックしなきゃ、日本テレビ、録画できるかな、ちょっと録画配信、録画ちょっとするね、この配信を。ちょっとコメント、ちょっと待って、ユーナって入れたらユーナ出る、私も出るんやけど、最初なんか機械なんかによってはちょっと出ないみたい。反応する配信ウィンウィン、ちょっともうじゃねえがやばい。石原の辞書登録する、あみんなもしてくれてるの、ありがとう。アツムが一番早そう、
石原って言ったら予備変換でユーナが出てくるの言うし言うし絶対しめじでしょ。しめじじゃないかな。なんかでも履歴でさなんかあるよね、ありがとうとか打ったらさ、ありがとうございますみたいな。優秀だわマジで。なんかじゃあ一番なんかちょっとやっぱやめた。今日可愛いってくるの嬉しい。なんかみんな言ってくれるやん。そんなに変わるかな。嬉しい。推しメン誰？イコラブさんのエミーさんですか？ちょっとさ今さ今からさ録画していい？私富田奈々香さんと野口優里さんが好きです。全員好きですけど推しメンって言われたらそうですね。佐々木舞香さんとかのタオルとかも結構集めてましたけど、アークスターでも佐々木舞香さん集めてます。佐々木舞香さん、野口優里さん、でも富田奈々香さん好きですね。サイツさんありがとう。ちょっとさ録画広島放送されるかな。ちょっとさ録画していい？ちょっと一回ミュートにしとくね。鳴ったら困るから音が。オッケー。音は全部下げたので多分これで音は出ないと思う。ちょっと録画する。録画あるかな。録画一覧。そうバズリズムさん、ありますかな。あー天才、本当に教えてくれてありがとう。そうさっき X で見とって、うわチェックしなきゃって思っとったんよ。だけどショールームとかバズるのこと考えたら忘れとった。ほんまにありがとう。録画する今すぐに。イコールラブさん、天才じゃん。うわありがとうマジで。なんだろう、なんだっけ、なんかさっき見た。本当に天才、ほんまにありがとう。この前のカウントダウン TV さんにもイコラブさん で出演してらっしゃったんですけど、お母さんが、そうお母さんマジで天才で、LINE で今日イコールラブさんがカウントダウン TV にカウントダウン TV さんに出るけど知っとるみたいな LINE してきて、お天才って思ってちょっと録画しましたね。本当に天才。なんだっけ、呪って呪って青春サブリ、本当にありがとう教えてくれて嬉しい、ありがとう。で予約しなきゃ、番組予約、この番組だけを予約する。やったー。予約しなくてもさ普通にリアタイできそうだけど。天才やん、ありがとう。見逃さずに済みました。今日かわいい、嬉しい。そうめっちゃ言ってくれるやん。ニャージョイさんはでもニャージョイさんは結構箱推しかもしれないです。でもグッズとかはレノンさん、エスミレノンちゃん結構集めてますね。 ST48 もいつか自分が出ないと、出れたらもう出れる日が来ますように。来ますように。今日一テンション上がってる。本当今日一テンション上がったことか。もうそんぐらいな気がする。やった。天才ですね。
何巡回してたら可愛い子がおったからおったのでよった。えごめん、なんか今めっちゃなんか録画してたわ。石原優奈です、 STU48 の。知ってますか知ってますか、やばい。これからも見てほしい。フォローしてくれとるしありがとう。まだ見てくれとるかな、嬉しい。バズれず、うん、ねえ、やった、録画したからいつでも見れるとか。ゆうなん自身が共演できる、共演したらもうやばいですよ、本当にやばい、やばすぎる。村山優香ちゃん可愛いと思うけど。そうですよ、あのノイジョイ、ニャジョイさんですか、可愛いですよね。今日一テンションが下がったのはさっきの画像の加工が全部消えたことですかね。さっきこうやってポストしようって思ってたら全部消えちゃったことですかね。画像の加工が全部消えたっていうことです。うんうん、それですね。ね、私も前あれですよ、あのノイミーさんのさ、このツアーの時なんかプチって言った。もう片付け大変になるけど、みんなと見たいですから。これの時のツアーの時に行ってましたよ、上野学園ホール、上野学園ホールさんですね。かかってるのは日向坂さんのエコバッグだけど、片付けが大変ですよ。20日の幕張で楽屋突撃するんでしたっけ、突撃したいですけど可能。うん、可愛いですよね、モテクイーンかつ白クマちゃん。でもさ、モテクイーン変わるの白クマちゃんに変わる気がするけどさ、また白クマちゃんに変わったらさ、モテクイーンに戻せるんかね。なんか白クマちゃんもさ、もちろんすごい嬉しいけど、なんか今めっちゃモテクイーンだからかわかんないけど、なんかちょっと恋しいかも、モテクイーンが。まだ白クマちゃんになってないんだけどね。もあれかな、でも戻せん気がするよね。選べるんかな。まさかずさん可愛い、ありがとう。20中所取れるといいね。難しい、二重注射取れるといいね。待って、これ早口言葉やん。二重注射取れるといいね、二重注射取れるといいね、二重注射取れるといいね。めっちゃ早口言葉、ちょっと待って、二重注射取れるといいね、二重注射取れるちょっとおもろ、おもろいな。あれ、スクショしとこ、早口言葉やん。20が言えんやん。20注射取れるといい、20注射取れるといい、20注射取れるといいむずすぎやろ、みんな言ってみて、絶対言えんから。そうですね、ドレミソラシドット、そんなことないよかな。詳しい、それ詳しいか。ひらもんさん、ペンライトありがとう。かわいいですよね、永田しおりさん、本当に可愛い。パフォーマンスが何よりすごいですよ。なんかはぁって感じ、なんか可愛い、なんか喋り方とかふわふわちょっとしてる感じ、めっちゃ可愛いだけど、
パフォーマンスしたらバキバキのダンスでめっちゃ可愛い。上野学園ホール広島で時はやっぱ永田しおりさんが広島出身だからっていうのもあると思うけど、あれ MC とかすごい多かった気がします。もしこれが恋ならば広島公園、公園広島行ったんだけど、嫌なんいた、もしこれが恋ならば君しか無理なんだよってやつかな。もしこれが恋ならば、え違う、それじゃないかも、なんだったっけ、思い出せん。あ、君ってイコラブのこと好きじゃんみたいな、なん多分そんな感じのやつは行きましたね。それって絶対なんだっけ、ちょっと思い出せない。 3.75 さん、結婚して結婚しない、ありがとう、結婚しない、普通噛まないよ。え、でも私早口言葉言えるよ。すもももももものうち、すもももももものうち、すもももものうちとか言えますよ。ガス爆爆発みたいなガス爆爆発みたいな、ガスバス爆発、ガスバス爆発、バスバスガスバス。でも20抽象取れるというのは難しい、さすがに。昼休みさん、クッキーありがとう。ひまわりさん、ハートのやつありがとう。アバター券をもらって自分でデザインアバターを作るイベント、え、そんなのもあったんですか。うわ、目が乾燥してきた。ん、マジカルちいかわ行きたい、マジカル、マジか、ちいかわ行きたい、明日抽選結果出る、何のちいかわ、確かに今度リエッチと MC で早口言葉対決とかしたら盛り上がる。なんかさ、 MC さ、え、これは盛り上がる、絶対盛り上がるって思ってちょっとやったら盛り上がらないこととか、これは盛り上がる、ちょっとなーって、なんかちょっとしけるかなーって思いながらちょっとやったのはちょっと受けたり、ちょっとわからないですね。確かに早口言葉いいね、これもスクショしとこう。いや、こっちの端末、そうじゃん、こっちの端末は写真あんま見返さんのんだった、ちょっとこっちでちょっとこっちで、みんなを盗撮しとる気分になるわ、これは。さすがにみんなも今、うわ、盗撮された、ゆうなに盗撮された気分になったやろ。まさやさん、ありがとう。バスガス爆発か、え、これさ、読み見ながらだったら言える気がする。バスガス爆発、バスがガス爆発、バスガス爆発バスガス爆発、バスガス爆発、バスガスガス爆発、悔しい、あと1回じゃん、バスガス爆発、バスガス爆発これ言えるまで、この早口言葉が言えるまで次のコメント読めません。ガス爆発、バス3回よね、落ち着いて、これこのコメントが3回読めないと次のコメント進めないから。バスガス爆発、ガスバス爆発、バス進めない、バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発、うわコメント進めない一回 H2O を飲むわ、ちゃんとH2O、ちょっと待って、はあ、いきます。バスガス爆発、ガス、バスガス爆発、バスガス爆発、ガスバスバス、
バスガス爆発ガスバス爆発もうコメント進めないよバスガス爆発ちゃんとやってるんだけど進めないから。バスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発どう？ちょっと言えたんじゃない今の。ちょっと一回ちょっと甘噛みだったけど、ちょっとコメント進みます。時間ないから。ではなんか感動しました、ありがとう。見てくれて木の実のやつですかね、ありがとう。どうでしたか？感想教えてください。なんか一瞬バグったんだけど大丈夫？一瞬なんかバンされたかと思いましたよ。なんか止まっちゃった。それ知りたかった。青赤あぶりかぶり青あぶりかぶりかぶりそれは初めて聞いた。それ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマじゃない？それってそして難しそう。待って、これはちょっとさすがに言うまでよ。赤あぶりかぶり青あぶりかぶり黄あぶりかぶりは黄あぶりかぶり赤あぶりかぶり青あぶりかぶり普通にあぶりかぶりも難しいけどね、もっと難しいダメだこりゃって言われとる。悲しい、このまま配信終わりそうって言われとる12時までコメント読めなさそう、コメント渋滞予想ってもうやめて。37分、ちょっとおもろい、本当に面白い。バスだよバス、分かっとるわ分かっとるわみぎみにみ難しそう。これもじゃあ言えるまでこれも言えるまでコメント進めません。右耳にミニニキビ、右耳にミニミキニ、右耳にミニ、すみます。早口苦手かもしれん。ガスバス爆発、まあじゃあまたこれもうまたバスガス爆発はちょっと言わせて。3回、もう決めます。ガス爆発バスいきます。ガス爆爆発ガスバス爆発バスガス爆発ガス爆爆発ガスバス爆発ガスガスバス爆発ガスバス爆発バスガス爆発ガスバス爆発ガスバス爆発バスガス爆発もうみんなも言ってみて、もうみんなも言ってみて。ガスバス爆発難しすぎるから普通にガスがバスで爆発したんですよ。ガスバス爆発バスバス爆発、本当に無理かも。ごめん、ちょっとしつこいよね。もうそろそろ、まあ、赤と青とさ黄色つけたいと思ったじゃん。ハヤトさん結婚して、結婚しない、バスガス爆発って意識するといいよ。バスが巣爆発、確かにそこで区切ったらいいんか。バスが巣爆発バスが巣爆発バスが巣爆発、ほんとや。それ区切ったらでも早口言葉じゃなくない？ほんとに面白すぎてお腹痛い。そんな笑ってくれてるの？ガス爆破爆発ねえ、なりそう。ちょっともう難しい。次はあぶりかぶりもう言えてないし、炙りかぶりね。
炙りカルビね。ちょっと滑舌悪いかもしれないです。炙りカルビはちょっと難しいかも。オタク帰宅、オタク帰宅、オタク帰宅、オタク帰宅。え、これは言えるよ。オタク帰宅、オタク帰宅、オタク帰宅、これを言える。うまいね。システム障害かな。きっと今日のトレンド使ってきてるやん。ガス爆発発でバンされたらすごい。ちょっと爆発爆発してるから。昼休みさんありがとう。レインボーさん早口言葉言えないからバンされたんかと思った。あります。赤かぶり、赤カルビ、赤カルビ、青カルビ、黄カルビ、赤カルビ、青カルビ、黄カルビ、赤カルビ、青カルビ、黄カルビ、青岡山、赤青岡山、黄赤山や。もうちょっと今日の早口言葉終わりにして。今日はちょっともう早口言葉終わり。それでも難しいんだね。赤と赤、青と赤と黄色をさつけるだけでさ難しくなるんやね。岡山でも言えんくなるんかな。青岡山、赤岡山、黄岡山、青赤山、赤岡山、黄岡山、青赤山、赤岡山、黄岡山、青赤山、黄岡山。ちょっと難しいねこれも。本当に面白い。今日は自閉症名称ノートです。真面目にやってるわ。真面目にやってるわ。普通にこっちが真面目にやってるからみんなも真面目にしてっていう感じぐらい真面目にしてるんだけど。東京特許とか局は言えるよ。東京特許とか局、東京特許とか局、言えてる。玉木さんありがとう。キャリーペムペムさん、ちょっとそれもなんか言えるよ。ガスが爆発ですよ。赤ゆいな、青ゆいか、黄ゆいな。ちょっと待って、それは難しい。ちょっと待って、面白いんだけど。赤ゆいな、青ゆいか、黄ゆいな。ちょっと待って、これはもはやさ早口言葉というよりさ、もはや文章が難しい。赤ゆいな、青ゆいか、黄ゆいな、赤ゆいな、青ゆいか、黄ゆいな、赤ゆいな、青ゆいか、黄ゆいな。え、これは言えるわ。普通にでもさメンバーからもさ、ゆいなとさ、ゆうなはさ呼び間違えられるんよね。早口言葉は得意じゃないです。もうさすがにこれ難しいよ。赤爆発、もう読めん、普通に読めんです。なんか正論言ったっけ。ヒューナン鍵穴でかまんことないから、本当にだから鍵穴は難しいです。赤ユーナン、青ユーナン、黄ユーナン。え、これ言えそう。赤ユーナン、青ユーナン、黄ユーナン、赤ユーナン、青ユーナン、黄ユーナン、赤ユーナン、青ユーナン、黄ユーナン。え、これ簡単。なんか言える、ユーナンだから。滑舌悪いかもって今気づいた。早口言葉でバレちゃった。僕の太陽公園の曲名紹介だって、めっちゃさ、もはやさ、僕の今 STU の3期生と 2.5 期生さん研究生公演で、僕の太陽公演でやってるんですけど、あのもう私の MC 私のセリフがもう大変なことになってて、アイドルなんて呼ばないで、僕とジュレートとジェットコースター、日暮らしの恋、愛しさのディフェンス、アイドルなんて呼ばないで、僕とジュレットとジェットコースター、日暮らしの恋、愛しさのディフェンス、ひまわりと5曲続けて聴いていただきました。5曲続けて聴いていただきました。マジで難しい。もうそこがマジで噛むって感じ。5曲続けて聴いていただきました。本当に難しい。しかもセリフが長いからさ焦るんよ。アイドルなんて呼ばないで、僕とジュレットとジェットコースター、愛しさの日暮らしの恋、愛しさのディフェンス、ひまわりと5曲続けて聞いていただきました、うん、マジで練習しなきゃいけないそこのセリフ。言うな言うか。いや、それはさすがに早口言葉かも。
ガスバス爆発妹一緒に一緒に、もう練習とかそういうのじゃなくて、もう言えないものは言えないんだから、もうしょうがない。ちょっとマーさんありがとう。ガスバス爆発にしてみる。もうどっちかわからん。あ、アバター皆さんもぜひゲットしてくださいね。着替えてくれてありがとう。有料無料ギフト1個でも投げるともらえ、ぜひゲットできるので、もらえるのでぜひゲットしてみてください。ヤフペリさんクッキーありがとう。あ、庭にはね、庭にはニワトリがいるわ、もう言える。え、それ、なんか多くね。庭にはニワニヤニヤしたニワトリがいる。嘘、庭にはニワニワトリがいるだったよ、うちのやつは。え、そうだよね、みんなさ、庭にはニワニワトリがいるじゃない。庭にはニヤニヤしたニワトリがいるはちょっと初めて聞いたかもしれん。星野正樹さんありがとう。もうちょっと、もう難しい難しい。5曲難しい。サンエッチさんありがとう。演出の都合上言えますね。演出の都合上こっちでもちょっとショールーム開いてみようかな。また バグったら困るな。だけど、ちょっと面白い、面白いですね。こっちで配信するって押してみようかな。こっちから配信になったりしよう。この端末からは配信しない。二窓チェック、ちょっとこっちでチェック入ります。これをここに立てとく。バイバイ柴犬バイクで行く、バイバイ柴犬バイクで行く、バイバイ柴犬バイクで行く。え、めっちゃ言えるんだけど。バイバイ柴犬バイクで行く、バイバイ柴犬バイクで行く。え、めっちゃ言える、めっちゃ言える。4曲続けて聞いていただきましたの方が簡単かも。5曲続けて聞いていただきましたより簡単。でも今のショールームの状態だとバス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 を聞いていただきました。アベマ面白かった、ありがとう、見てくれて。それそう、アベマ見て見に来てくださる方も多くて嬉しい。ありがとう、見てくれて。どの辺が面白かったですか。鈴鹿さんありがとう。今日のカナナクゲのも危なっかしかった。え、またさ、僕の太陽公園のさ、アーカイブ見ながら配信とかもしたいんだよね。見たけど、ひーちゃんと一緒に見た。曲名略してね、言えないんだよね。もう52分、早っ。こんばんは。うん、庭にはニワニワがいるな気がする。それは言える。庭にはニワニワがいる、庭にはニワニワがいる、庭にはニワニワがいる。言えるね。え、こっちの端末の方がコメント来るのが早い。え？え？何があったんですか？こんばんは。アベマ新規なので、え？アベマ見て好きになってくださったってことですか？嬉しい。もう幕張の件やってなかった。また次のまたシングルが。もし発売されたらその時にお話ししたら、してくれたら嬉しい。何言うなんて感じです。うん、嬉しい。リエットと MC、ちょっとそう、 MC のところはあんまり見たくないです。2時間以上配信、え、なんかでも今日なんか2時間以上配信しとる気分じゃなくて、なんか
なんか最初の方もうあの X のネタをずっと考えてたんですよ。もうネタ X のネタ切れですよっていう感じずっとやってて、でそれで最初の1時間ぐらいはずっと X のやつをみんなと考えてましたね。メール送ったりしてました。だから実質1時間みんなと会話してるのは会話しながらやってた。本当にでもあんな感じなんですよ。だからもうみんなと共有するから、あの時間これからもうみんなと共有するから、木の実新規ってネタではなくガチでいると思う。嬉しいかも。木の実新規さんいらっしゃいって感じです。新婚さんいらっしゃいじゃないです、木の実新規さんいらっしゃいっていう感じです。当日 CD 販売でもね、どうなんだろう、完売してたらない気がするけど、どうなんだろうか、ちょっとドキドキですね。ネタ切れになるんです。サインチさんありがとう。これからバズるネタみんなと考えよう。もう考えながらも配信していいんですか。結構いつもなんか1時間以上は絶対一人でこうやってずっとスマホをいじりながらやってるんですけど、これ昨日のクラッカーのゴミそうやってるんですけど、これからみんなと一緒に考えていいの。滝行新規、それもね、滝行で見に来てくださった方も多くて嬉しい。投稿考える配信楽しかったって嬉しいよ。ちょっとじゃあスクショタイムしとこう。今日みんな今日なんかいい感じって言ってくれるからスクショしてもらおうかな。あ、テロップ消そう。58分ぐらいになったら誕生日も、なんかポーズあるかな。なんかありますか、ポーズ。ツインテールとか持っちゃったり。どこ見たらいいのこれ。でも編み込み見てほしい。ここクマ、じゃあみんなにハートを届けるね。はい、終わりです。最後ありがとうございました。これからはバズれのミンネタみんなで考えましょう。そうしてくれると結構あれですね、ありがたいです。そういうのは涙涙涙っていう感じです。本当に木の実ポーズ、早口言葉またやるね。ブリックポーズ、木の実ポーズ、ちょっとおかしいから。ココア大好きさんありがとう。じゃあちょっと13位サンイチさんありがとうございます。12位ヒラモンさんありがとうございます。11位ユニバースさんありがとうございます。10位ロキチさんありがとうございます。9位ともあきさんありがとうございます。8位ヤフペリさんありがとうございます。7位ペンさんありがとうございます。6位青さんありがとうございます。5位クマハありがとうございます。4位マー君ありがとうございます。3位星野まさきさんありがとうございます。またあれランキング出してね、ちょっとあれ見るの好きだから2位昼休みさんありがとうございます。本当にありがとう来てくれて。そして1位はやすべえさんでした。いつもありがとう。いつまで会えるのっていう感じだけど、ちょっとまた見に来てね。みんなありがとう来てくれて。またお話しようね、早口言葉もしようね。スクショ2000枚撮れました。それは嘘やろ。また来てほしい。みんなまたまたね。おやすみー。
まだ時間ある気がする。おやすみ。切れるのを待ちます。